どうも、キューチューでがいうまだです。おう、よっしゃ、バンバンバン。パナソニック、ドキドキ。いや、バッカバカだな、お前。というわけでですね、今回、マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説に非常に詳しいこの方、ミスター関を呼んでおります。あー、どうぞ、こんにちは。どうも、よろしくお願いします。いやー、ミスター関、もっくもってするぞ。どういう状況ですかね。今回の都市伝説は、昔は全く売れなかったドライヤー、しかし、ある工夫をすることによって、爆発的なヒットを誇ったのね。というわけでですね、今回そのドライヤーが売れた理由について触れていきたいと思います。まずヘアドライヤーは19世紀終盤にヨーロッパで開発されて、その後アメリカで普及したんだけれども、当初は髪の毛のケアをする重要性や、お風呂を出たら早急に髪を乾かさないと菌が大量に繁殖するなどという今では当たり前のことが全く広がってなかったために、自然に乾くのにわざわざドライヤーで髪を乾かす必要はないとされていて、全く売れてなかったのね。もう週1で使ってるよ、ね、収録は来たねえよ。ただそこである工夫をすることによって爆発的な人気が出たのね。その工夫というのが、ドライヤーの持ち手の部分をおっの平均の太さにするという工夫なのよ。あ、そこおっってちゃんと言っちゃうんだ。編集でごまかせ。これ関さんでも有名な投資家ですよ。これ10年以上前にやりすぎて言ってるから。あ、工事の時に言ってましたね。もうときめきの長い時だよね。ときめいてたのかお前。その後ドライヤーは世界各地で爆発的に売れることになったのよ。このように人間の生殖本能を刺激することによって何でも魅力的に感じてしまうという心理的要因が含まれていたの。でもミッキーマウスは逆さにしてたね。賞賛くらいのやつだね。最近だと食器用洗剤などもこのサブリミナル効果というものが使われていて、泡の力という食器用洗剤の形がもろにあれなのね。3本くらいついてんだろ。そして女性が使うものだと化粧水のボトルなんかを持ってみると、なんだかしっかりくるはずらしいのね。そう、このように様々なところで生殖本能を刺激したサブリミナル効果ってものが使われてるんだよ。また逆に男性の場合だと、よく誰もが飲むコカ・コーラ、このボトルは女性の曲線美をかたどった形であるというふうに言われてるのね。まあ、ほとんどのペットボトルはね、こうやって寸胴の形をしてるから。デブ体型だ。そしてなぜ男性がこのコカ・コーラのボトルのようなボンキュボンという形を好むかというと、女性は成長して女性ホルモンが出始めると脂肪がついて、上外のメリハリが生じて体のラインに曲線が生まれるのね。そして男性は曲線美イコール女性ホルモンが多いイコール生殖能力が高いと本能的に判断するようになってるんだよ。花火とかもろだよな。エロあるあるだな。つまり男性は巨乳が好きというわけではなく、曲線美を好むということがここで分かる。そして心理学者のデベンドラ・シンという人の調査によると、男性が魅力的に感じる女性の体型はヒップを10とした時にウエストは7前後の体型であると分かってるね。そしてなんとコカ・コーラも7対10の比率なのよ。しかし実はこのコカ・コーラの説嘘であるという可能性もあって、この瓶をデザインしたペンバートン博士という人はこの特徴的なシルエットについて、競合他社との差別化を図ること、暗闇で触ってもコカ・コーラの瓶だと分かるようにということを重視して制作したとは語ってる。だからどちらも正しい説かっていうのは今も謎のままであって、まさに都市伝説なのよ。本能的にエロスな可能性あるよね。ペンバートンがガッ。